20歳以下の若きクリエイターたちがオリジナルアニメの企画制作に挑むアニメノバプロジェクト。プロと共に作品を制作し、ようやく完成も見えてきた2チーム。そして今宵、アニメ制作に情熱を燃やし苦難を乗り越えた日々はいよいよ最終局面を迎える。いいじゃないでしょうか。いいですか。自分の中の最強のアニメが今できてる。オリジナルアニメ PV ついに完成。来たるジャッジの時。おーおーすごいね。どうなっていくのこれ。果たしてグランプリの栄冠に輝くのはどちらのチームだ。第2回大会グランプリに輝いたのは、さあ未来を担う新星たちよ、今こそアニメ界にビッグバンを起こせ。アニメノバプロジェクト U20 アニメグランプリ。さあチーム BB の監督の橋本くん、はい、ついに今夜グランプリ決まりますけれども、まあいわゆる人生の転換点みたいになるんじゃないかなっていうことで、すっごいもう何喋ればいいですかね。かわいい。いや何でもいいですよ。何でもいい。今朝食べたもんとかでもいいですし。何でもいいですよ。田代くんはいかがでしょう。いろんな案を出し合って作ってきたものが今ここで評価されていくっていうのは、チームのみんなとその結果をどう受けられるのかっていうのが。まだ結果を見てみないと分かんないんですけど。なるほど。手に取るように緊張してるのが分かります。めちゃめちゃ緊張してるじゃないですか。すごい緊張してるの。前回疾走感と緊迫感のある BGM が完成し、超美人番組 MC 榎木淳也さんをはじめとした豪華声優陣によるアフレコも終えたチームスタンドアップスタジオの作品、グルボンド。いつ解放される。ここからは効果音をつける作業だ。車種がちゃんと確定してて、できればその本物かもしくはそれに近い音を使いたいっていうのがあったので、まあこの作品においては一応それが一番のポイントなんで、一応そこを重点的にやってるっていう形で。制作当初から作中に登場するミニクーパーのリアリティにとことんこだわってきた監督立野くん。この本当はできればこういう音とかも普通の車とは違った音を使いたいなって思ったりする。そんなミニクーパーが大活躍するのはカーチェイスシーン。効果音職人中野さんはどんな音をつけるのか。とりあえずまあ、まあエンジンがあるわけですね、うん、あと車体の着地の激突音ですね。ここに銃弾が通過する音、車のスキル音を追加してみたいな感じで、まあ要するにアイデアの積み重ねっていうことですよね。いろいろ素材をこうなんかいろいろ用意しておいて、それで組み合わせていって、でそれであとちょっとバランスをとって、それぞれがまあそれなりに聞こえるようにするということで。効果音の足し方すごいですね。こんな細かいところも拾い上げて効果音をつけるんですね。これもすごいな。これでようやく音のパーツが全て揃った両チーム。ここからはダビング。
楽曲、アフレコ、効果音にメリハリをつけながら音を合体させる作業だ。ここまで両チームの音に関する作業を統括してくれた音響監督小泉さん、効果音職人中野さん、そこにタイミングや音量を調節しながら音を合体させていくこの工程の要、ミキサー水野さんが加わる。一個の音に携わってる人の人数がすごいんですね。気になるところとかあれば言ってもらって、はい、で修正加えてってっていう、でそれで音は完成の方にしてしまうので、はい、分かりました、はい、音響制作のエキスパートが集結する音付け工程のフィナーレ。空港まで行けるわよね。いつ解放される。一つの音も聞き逃すまいと真剣な眼差しだ。ちょっと弱い男は嫌いよ。やってやる。こだわりのカーチェイスシーンの作業中、ここで監督たちのくんが、ここスキール音もそうなんですけど、ここはスキール音っていうよりは加速してるって方を目立たせたくて、よし俺に任せろと言わんばかりに音職人中野さんがすぐさま動く。早い。かすっただけよ。油断するなよ。ちょっと弱い男は嫌いよ。やってやる。こっちの方がいいかなと思います。うん、ぐらいですかね。大丈夫かな。はい。かっこいいね。そしてチーム BB の作業もスタート。チーム BB の作品は感情の起伏が重要。セリフの細かい摩擦もしっかり確認していく。するとここで最初の春の泣くタイミング、泣き声のタイミングが、うん、絵に対してちょっと泣くのが早いのかな、うん、あタイミングか。それがこちらのシーン。球根も生きて綺麗な花をきっと咲かせるから。ここでプロの連携が光る。これ顔が隠れてるのか。1個レベル下げましょう。レベル下げますか。1個目だけ。1個目です。あ、見えちゃった。5、5、6、5個で下げましょう、タイミング。そう、これをこっちにやる。あ、見えちゃった。シュッ。こういうことかな。そうです、そうです。ありがとうございます。はあ、すごい。いいじゃないでしょうか。いいじゃないでしょうか。いただきました。声優も、はい、オンエアで見て、うん、あ、俺こういう芝居してたんだって勘違いしがちですけど、意外とこう、はい、編集してこうなってることが多いでしょうね。この日の新生たちはいつにも増して緊張の面持ちだった。よろしくお願いします。これからですね、学生の皆さんが作った映像の試写会をしたいと思いますので、じゃあ、皆さん心の準備はよろしいですか。はい、はい、大丈夫です。半年以上に及んだオリジナルアニメ制作もついにクライマックス。最後の工程 V 編が始まる。じゃあ再生します。はい、はい、いきます。完成した作品にミスがないかなどを最終チェックする場。いつ解放される。一瞬たりとも目を離さず
食い入るようにモニターを見つめる。ここまでプロと共に歩んできたアニメ制作の日々を思い起こしながら、マジで？これは僕と彼女の絆の物語だ。みんなどんな気持ちだい？はい、この作品に関わってくださったもう全ての方に感謝したいです。審査員の方に見てもらえるのが楽しみです。自分たちの作品が一番楽しい面白いアニメになってると思ってるので、何にも不安はありません。そしてチーム BB の作品も完成の時を迎える。そっか、綺麗に咲くといいね。一つの作品を無事作り終えることができて本当に良かったです。達成感というか良かったなと思います。見てください、その監督橋本大明がすごいですよね。でもこれが出発点なので、今度はこれをもうデカデカとでっかいスクリーンに流してやります。それではいよいよ完成した作品の公開です。見ていく順番をこちらのボールで決めていきたいと思います。この赤いボールがチーム BB、 そして青いボールがスタンドアップスタジオとなります。カズレーザーさん、お願いします。はい、私が引いちゃっていいですか？はい、すごい責任が。はい、いきます。では、はい、いきました。最初に完成作品を公開するのは赤チーム BB。 この後いよいよ両チームの完成作品公開。180日に及ぶ苦労の結晶をとくと見よ。どうなっていくのこれ。それではチーム BB の作品から見ていきましょう。ご覧ください。チーム BB 作品、巡る季節の中にある。球根も生きて綺麗な花をきっと咲かせるから、めぐみも生きるんだ。春、花は枯れちゃったけど、この球根を植えて次は一緒に見よう。チューリップの花。ごめんね春。目だ。よかったね。ねえ、その花は特別なの？うん、花が咲いたら摘んで片思いの人にあげるんだ。生き続けてほしい、好きな人に。そっか、綺麗に咲くといいね。嘘だろ。もうここで終わりなんだ。なんでここ、すごいね。どうなっていくのこれ。そうですね、考察したくなる系の、ね、水島さんいかがでしょうか。なんかもう一山あんのかなと思ったら、うん、スポンって終わったんで、うん、潔いなって確かに、思いましたね、はい。男の子一人で女の子二人で、でどっちを選んでもろくなことにならないから一体これどうなるんだろうっていう、結構引きとしてすごい強いなと思いましたね、はい。では続いてまいりましょう。続いてチームスタンドアップスタジオの作品です。チームスタンドアップスタジオ作品、グルボンド。空港まで行けるわよね。
いつ解放される？逃げられると思ったのか？追いついたな。あ、助かった。意外と早かったわね。ちょっ、ベンツ！あいつから逃げて。マジで？大丈夫？かすっただけよ。油断するなよ。ちょっと、弱い男は嫌いよ。やってやる！うわ、やっぱ私って天才。これで共犯よ。よろしくね、相棒。うん。これは僕と彼女の絆の物語だ。対局な作品になりましたね。我々プロでもなかなか選ばないカーチェイスを、まあ、よくもやったなって。ハイライトに水色とかがみんな共通で入ってて、その背景とかなんか全体的な色味とかがそういうテイストでに統一されてて、すごいおしゃれになっててよかったなと思います。なるほど。ではいよいよグランプリの発表なんですが、その前にですね、今年は新たな賞を設けました。その名もディアキス賞です。こちらは今大会で最も素敵なキャラを描いた新星に贈られる最優秀キャラクターデザイン賞。選考をしてくれたのは番組エンディングテーマを歌ってくれているアイドルグループディアキス。本日スタジオにはディアキスメンバーと、中間審査で惜しくも敗退した2チームのキャラクターデザイナーにもお越しいただいた。鹿之助さんも前にお願いします。なるほど。これディアキス皆さん、はい、実は選ぶのこれ難しいじゃないでしょうか。いやもう皆さんレベルが高くて、私たちも結構ちょっと悩みましたね。はい、ではディアキスを代表して、はい、獅子まさきさんに発表していただきます。それでは発表します。あの日の鹿之助さんです。おめでとうございます。ディアキス賞はチームスタンドアップスタジオあの日の鹿之助さんに決定。はい、おめでとうございます。鹿之助さんには賞金15万円とディアキスのミュージックビデオに登場するキャラの作画権が贈られる。スタンドアップスタジオさんの皆さんのこう気持ちがなんか伝わるような、個性がたくさん出てて、そこがなんかちょっとポイントだなと思って今回選ばせていただきました。ありがとうございます。これはもうディアキスさんのポケットマネーということですね。そうです、もうみんなそれぞれ頑張って出しましたね。そしてこの後ついにアニメノバプロジェクト第2回グランプリが決定。グランプリに輝いたのは、おお、選ばれし20歳以下の新生たち6人がおよそ半年間をかけて作り上げたオリジナルアニメ PV、 アニメノバプロジェクト第2回グランプリ作品がついに決定する。やっぱ私って天才。アニメノバプロジェクト U20 アニメグランプリ第2回大会グランプリに輝いたのは、果たして、スタンドアップスタジオ BB スタンドアップスタジオ勝利したのはチームスタンドアップスタジオ。おめでとうございます。スタンドアップスタジオ、はい、どちらが要はそのあれを見た後に前編見てみたいかって思うところで言うと、まあ、引きの強さはやっぱりスタンドアップスタジオの方が強かったかな。キャラクターと世界観とお話とが
一番すごいマッチしてた、全部がなんかすごくいいバランスで表現されていたなというのをすごい感じたからです。さあ岸本さんは BB に一票入れていただきました。 BB が勝ったと思ってたんですけど、あれだってみんなラストわってなってたじゃないですか、はい、ちょっと不思議だな、まあ、そういう意味ではこう BB さんの方が乱暴さ、ズバっていう乱暴さで、そのまあ、僕はあの乱暴さが好きだったというのと、スタンドアップさんの方も良かったんだけど、欲を言えばこう最後まとまりすぎてて、最後2人で笑うじゃないですか、はい、あれはなんか笑わないで、その男の子は悲鳴上げて、一体どうなっちゃうんだこいつ、こんなひどい目に遭わされてっていう風にギャーぐらいの感じで終わった方が意識は強かったかなというふうに、その先の波乱万丈をやっぱ予想、そうですね、想像させる方がいいと、はい、そんな感じがしました、はい、でも本当に両方僕らも全然素人目ですけど、コーチつけられないです、本当面白かったです、本当に素晴らしい仕上がりでした。翔くんよく頑張ったな、そしてチームスタンドアップスタジオおめでとう。チーム内でも絆が深まっていったのを感じていたので、この賞をいただけてすごく嬉しいです。嬉しさもあるんですけど、正直あの岸本さんに票を入れていただけなかったのがすごく悔しくて。おお、満票が良かった。まあそりゃそうか、そうか。そうですね、この結果で満足せずに、ここからもっと自分の演出力とかって、ま、監督の力を強くしていきたいなと思います。さあ惜しくも敗れてしまった、では監督橋本君に伺いますか、今のお気持ちを。まあ、今はまあ一応負けておきますよ。いいですね。プロになった時にまあ、あのボコボコにやしてやりますんで、大器晩成、まあ、狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。大物監督になりそう。では最後に勝利したチームスタンドアップスタジオの作品をもう一度見てお別れしましょう。皆さんさよなら。空港まで行けるわよね。いつ解放される？逃げられると思ったのか。追いついたな。うわぁ、助かった。意外と早かったわね。チャップくん！あいつから逃げて。マジで？大丈夫？かすっただけよ。油断するなよ。ちょっと、弱い男は嫌いよ。やってやる。うお、やっぱ私って天才。これで共犯よ。よろしくね、うん、相棒。これは僕と彼女の絆の物語だ。第3回アニメノバプロジェクト開催決定。燃やせアニメーター魂、集え未来を担う新生よ。君たちと会える日を待ってるぜ。